GM チャンネルスタッフ。ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。今回の担当は大山と担当、あとアドバイザーでおいちゃんが、はい、おいちゃんがいます。はい、入ってもらっております。お願いします。今回ですね、以前我々がですね、僕とタン君がですね、盛大にびっくりしただけで終わってしまったエミリーオンツトゥープレイのですね、続きをどうもすると、はい、はいはいはい、いうことでですね、ね、どうなんでしょうね。僕はね、もうあれでね、終わりだと思ってたんですよ。そうですね。皆さんからね、もうやめろと言われて終わりだと思ってたんですけど、いやいや、及川さんはね、僕に今日すごい嬉しそうな顔でね、今夜続きやるからって言って、ね、ということで、本日これから続きをやろうと思います。で、続きからってことなんですけど、まあ、ちょっと最初の方にある演出で、ちょっとまだ2人に見てもらってないところがあったりとか、まあ、ユーザーさんにも、本編の方でまずは、ゴージャスさんたちが見せられなかった時の補填で、一応こっちでも、ちょっと見せてもらおうかなっていう演出があるんで、はい、まあ、ニューゲームで。はい、まあ、で、一時迎えたら、まあ、タン君たちにバトンタッチと。タンがプレイすると、一時になったら。そうですね。はい。じゃあ、ニューゲームからいきまーす。はい。言うても2回目なんでね。もう、僕たちもね、もうバカじゃないんですよ、僕たちも。もう怖がんないですよ。こんなのも全然ですよ。この前多分見れてないんだけどね、このまま待機してるとね。一瞬で何か見える。いや、見ました、見ました。いや、もうあれですよ。もう全然ですよ、ほんと僕。怖くなくなったんですから。払拭してきましたからね。全然大丈夫。今誰かいた台所に。まあ、こういう演出もあるということですね。あ、いてる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 。あ、いやいや。で、まあまあまあ、こっからが。まだ見てもらってない。おお。お、人がいましたね。あれ、いない。どうして？まあ、なぜないのかってね。なんか白っぽい猫のような人が、さっきちょっと横切りましたよね。白っぽいね。あんまり。で、あそこに人影があったりとかね。窓のところですよね。窓のところに、なんか人形のような人のようなやつがいるっていうことですよね。そういうことだね。うん。結構盛りだくさんですね。で、こっちのドアも開けてなかったんだね。確かに。寝室ですね。この、今、ちょっと男の声の人の提案、声はなんかあるんですか？今のは、一時以降に出てくるキャラがちょっと関わりあったりする。おー、一時以降に。前回は12時までで終わっちゃったんですよね。そうだね。僕たちがやってた動画は1時行かなくて終わっちゃった。そうです。で、ここにバスルームがあったりとか、ね。はい。はい。はあ。で、まあ、電源がオンオフになってるのは何がトリガーなのかわかんないんだけど。まあ、なるほど、なるほど。バチって消えたのは。で、本当はね、懐中電灯があるんだけど、あれの配置がランダムっぽくてね。ああ、なるほど。なかなか見つけられないんだよね。おうおうおう、なるほど、なるほど。すごいなぁ。まあ、1時までは、12時回るまでは安全だからね。あ、どこ、ちょっと。あ、そうなんですね。まあ、とある条件があって、本当はそれも見せたかったんだけど、懐中電灯が見つかんないと多分あそこ行けないんだよな。あ、まだ行ってない場所があると。懐中電灯どこだろう？あっちかな。12時までに見つけられるかしら。これ見つけないと。懐中電灯は、どういった、ものなんですか、画面上では。画面上では。なんか本当に、懐中電灯が置いてあるような感じなんですかね。もう本当懐中電灯が置いてあって。ああ、なるほど。で、見えないところが見えるようになるから拾っておきたいのよね。ないもんな、こっちに。あ。あ、ホワイトボードのメッセージが以前と違いましたな。最初違うんですよ、ホワイトボードのメッセージ。え、今なんか一瞬ミッドナイトって。あ、ダメだ。ライトないな。僕が知ってるの2箇所だけだからな。それ以外わかんないんだよな。今そのどちらにもなかったと。どちらにもなかったっていう。あら、ほら今後の死活問題ですよ。今なかったら。まあ、でも多分、一回コンテンツしたら勝手に手に入るのかな。うん、この辺ないもんな。こんなサクサク進めるゲームなんですね。でも結構慣れてきましたね。もう前回僕やったんで、その、人とかいても、全然。あ、もう、焦らず。そうですね。今度はちょっと見やすいようにプレイし、
していけたらなと思います。もう視聴者の皆さんに見せるプレイ。はい、頑張っていきたいと思います。そうですね。まあ画面をあまり左右に振らないっていうね、マウスで。で、驚いて手を震わせちゃいけないと。見てる人がちょっと画面余裕をちょっとしちゃいま、しちゃいますんで。前回僕はえらい揺らしをしたのでね。見て、そういうところをやりたいかなと。だいぶ12時になるまで時間かかりますね。そうだね。こんなに遅かったでしたっけ？いや、もうちょっとサクッといった気がしたけど。あ、来た！来た！ここからは本番だね。本当は懐中電灯あった方がいいんだけど。そう。ハン君一歩引いたね。あ、メッセージが変わりましたな。そうそう、これでルックアット。見ないで。もうね、うん。俺も目つぶって目、見ないでしますからね。懐中電灯ないとね、暗くて見えないんだよね、ここが。なるほど。電気消されちゃうと。あ、いるいるいる。まあ基本的に後ろにいるから。はいはい。まあ振り返ればね、大丈夫なの。ああ。目を隠してるんですかね。そうですね。どういうことですか。ああ、近い。まあ、こっち見ないでって。そういうことか。やっぱテレアさんなんですね。この子はね、もう完全にだるまさんが転んだで。ああ、なるほど。なるほど。一緒に遊んであげればいいんですね。エミリーちゃんと。この子はエミリーちゃん。この子はエミリーちゃんじゃないですか。じゃない。まあ、この子じゃない。確かにでもちょっと慣れてきましたな、2回目と。そうですね、慣れてきましたね。なんか見慣れた部屋。ただね、たまに判定がおかしくて変なところからあの女の子が出てきたりとかするから、そこだけ気をつけてあげれば。気をつけられるんですか。まあ正直難しいかなって。あ、電気消された。あ、つけた。あー、いるいる。どこだ。もう全然僕はもう。あ、そうです。おいたー。危ねえ。こっちか。近い。今ちょっとヒヤッとした。まあ僕もね、そうですね。こういう狭いところだとね、後ろ疲れやすいからちょっと怖いんだよな。まあもう、そういうことする。いやこれ今、自分の耳を押さえてるんですけど。いや、出せよ。耳塞ぐんじゃないよ。近い。あの距離でも大丈夫なんですね。まあ、部屋をちょうど出るときに、どっちの部屋に湧いたかっていうのが分かんないときがあるから、こういうときは怖いなっていうのは、ね。境界線をまたぐとき。そうですね、ちょうど境界線をまたぐときに。気がすごいできた。タンクまだやってないよ。あ、ライト。あ、おぉ、ちょっと。よし、来た。これでもう、もう見えるっていう。もう怖いものなしと。まあ、怖いものは怖いんだけど。あ、でもこれで女の子、もう、部屋暗くされても、ある程度は分かるように。あ、これがもうついてるんですか、ライトは。そうそう、これついてる状態。あ、なるほど、確かに明るい。まあ、普通の状態よりは明るくは。まあ、そろそろ、12時。終わって1時のターンに入るかな。なんかアクションをしないと1時にならないとは言うのはないかな、特に。あ、言うのはない。5、6分ほど経てばだとは思うのですが、僕も詳しいことはわからないです。なんか以前ね、なんかどっかの部屋に行くとなんかすぐに1時にボーンと、まあ、たまたま。あ、たまたま。エリア移動が。あ、でも電気消えました。あ、いるね。いますね。どこですか、どこですか、いますな。黒いから分かんないんだよ。
皆さん、夜道は黒い服を着てはいけない。危ないですから。危ないですからね。車に引っかかる。これ前、これの動画やったじゃないですか。はい。夜コンビニ行けなくなったんですよ。でも今のところ脅かしの演出は出てないからまだ大丈夫じゃない？ちゃんと。あ、僕今自分の耳塞いでるんで大丈夫。目もつぶんじゃないよ。耳も塞いでます。耳も目もつぶって塞ぐんじゃないよ。ちゃんと見なさい。この後プレイするんだから。行きたくないな。1時になんないですね。あー、いますな、いますな。どこですか、どこ。あ、近い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 。ね、そっちだ。ダンボールの中に入ってるのかな、彼女は。すごいところに1、2は来ましたな。彼女はどうしてあの場所を選ぼうと思ったのかな。ちょっと足長いですよね。長いですね。影、まあ、ちなみに今のドアのところで、あの、ちょっと右の角ら辺に分かれてるともう危なかったですね、今。ああ。おおおお、ああ、近い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 。目の前に落ちてきたね、今。消えた？電気消されたけど、今、いる目の前に。わかる？形わかる？シルエット。いや、俺、目つぶってるんでわかんない。やってる。目開けなさいって。伝わんないから目つぶっても。そうですよね。そうですよね、じゃないよ。あ、消えた。ああ、1時。じゃあ、一回、ちょっと。ね、本当は12時の時に見せたかった。目開けなさいよ。伝わんないから。まあちょっと最後に見てもらいたいのがあって、そのおい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 この時に動いちゃいけない。え、おい、今のタイミングで動くと今のピエロに襲われる。おお、びっくりした。ただね、あんなんでびっくりしちゃダメよ。今から見せるのもっと強烈か。いや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 、え、おいおい、ダメダメでしょ、ダメでしょ、いっちゃう。おお、あんた、おお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 おあいつ。あ、まあ見せたかったのはあそこだったのよ。あはい、閉めてください。まあ今回はとりあえずこれで、まあ、クリアできるまでスタッフ動画でやるから。途中でやめさせてもらえないんですか。まあ権利はないでしょうな。彼左手に、だから右手に懐中電灯持って、片手にはピザ持ってるんでしょ。まあ、それであの地下ジャンプして、彼どうするんですか。おかしいですよね。ピザ屋のくせに、いや、ピッツァイズ冷やしない。いやー、本気でやりたくないんだよ。本気でやりたくないよな。次からタンクプレイだから、ね。いやいやいや、タンクプレイでじゃあ、次回僕のいないときに。タンクが皆さんのためにエミリーモンスティプレイをしますので、よければ見てください。僕はもう来ないです。僕は無理です。このゲーム無理です。僕責任もっと強いスタッフ、なんですが、うちのチャンネルなんですね。もう勝手に話されましたけどね、今のはですね、うちの秘書さんですか、まあ、ケンタロウさんが、ケンタロウさんですね、ケンタロウさんですか。あ、もう飛び入りで喋っちゃいましたけど、今の言ったのはケンタロウさんでございました。ケンタロウさんが大家さんをちゃんと連れてくるぞと、撮影現場に。え、迷惑な話なんです。僕はね、いつもね、幸せにね、あのね、マリオ 3D ワールドの編集をしてるんですよ、ニコニコしながら。するとね、彼は僕いつもね、引き連れてね、さあ今からホラーホラーのゲームの撮影するから、来なさいよって言って、僕をね、無理やり連れてくんですよ。しかもね、彼ね、今、あなた、皆さんわからないかもしれないんですけどね、彼はね、今夜なのにね、部屋の電気を消すんですよ。ほら、怖いだろ、怖いに決まってるでしょ、女も。大丈夫ですよ、僕なんか言わ、もう聞いてもないですし、今から撮影するから、え、何やるんですかって、いや、ホラーゲームみたいなね、事前に言わないあたりがね、まあもう本当に性格が悪いですよ。いやらしい。もうね、ダメですからね、彼は。早く閉めなさい。
今の言ったのが健太郎さんです。よくこの声を覚えておいてください。彼は健太郎です。ということでですね、我々の、スタッフ動画はですね、ほぼ毎日だいたい17時ぐらいに配信してますので、もしよかったら皆さんこれからも続きをどんどん気にしてですね、見ていただければ幸いでございます。はい、では本日は一旦これにて終了でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。GM コイン